まずポールからスタートです。カーナンバー31番スーパーウィンフォースレーシングチーム加納義政、タイムは56秒415。セカンドカーナンバー11番原田カートクラブ村松真一、3番手41番ルーチェモータースポーツ根崎翔吾、4番手8番坂井レーシング尾上蓮、5番手カーナンバー4番シリーズチャンピオン争いをしていますエクスプレス中村俊介、6番手カーナンバー1番ランキングトップ樋口レーシングチーム高村博也、以上がトップ6です。さあグリーンフラッグでコースインとなりました。予選ヒートの周回数は10周です。サーティーズレーシング2体11番手88番泉修也、12番手79番乾淳也、13番手44番源内瀬奈、14番手73番大倉海斗、15番手93番高橋翔也、16番手17番中川康介、17番手75番吉川文明、以上の17台。12、13番手以降はやっぱり鈴鹿選手権はまだほとんど経験がないというような、そんなドライバーが多く見受けられます。さあこの初レースでもあるというような、この予選をうまくくぐり抜けてこられるでしょうか。スタートは切られません。さあ1歳今1コーナーで前に追いついてきたのは最高美のドライバーです。ローリングは2周目になります。ボーダーラインといたしましてはやはり14番手の大倉と15番手の高橋の間に引かれているというような状況になっておりますね。15番手以降がセカンドチャンスヒート行きということで、この中からは3台あるいは止まってしまった車などがセカンドチャンスヒート行きということになります。順当に走り切れば予選は通過できるかなというところ、もう本当に接触なくっていうのが第一命題ということになってまいりますね。最終コーナーから立ち上がってまいります。スタートは切られました。スタート、さあいいスタートを切ったのは村松真一です。1コーナー村松真一、その後ろから尾上蓮がついていきました。アウト側スタートがいいスタートを切って1コーナーから立ち上がってまいります。さあ2コーナー、大きなコーナーは1コーナーではなかったようです。さあ3コーナーの手前のところでは1列になったまま、入れ替わり的には大きな動きはありません。トップは村松、2番手に尾上、そして3番手にポールスタートの加納義政がいて、4番手に高村、5番手には鈴木七瀬がついていっております。さあヘアピンのところではこの5番手6番手が今入れ替わりました。ヘアピンから立ち上がりまして鈴木七瀬、その後ろに中村俊介という形になってトップ6が形成されています。7番手はその後ろ、おお、最終コーナーのところでも飛び込んできたドライバーがいますけれども、7番手には大石、8番手に根崎、9番手には北勇気、そしてその後ろはこれ割石でしょうか、さらに泉修馬のここまでが一段になっています。オープニングランプです。14番手には泉純也、15番手には吉川文明ということで、ここにコーナーラインが引かれておりますが、まだまだこれからです。トップ集団はシリーズチャンピオンもかかっておりますから、今日は手を抜くわけにはいきません。下り 25R、 トップには加納義政が早くも戻ってまいりました。速い強い若者の勢いというのはすごいですね。加納義政最近本当勢いに乗ってますからね。2番手に村松、その後ろから少しラインを変えて尾上蓮が狙ってくるか、どうだ、クランクのところ尾上が2番手に浮上、尾上2番手、3番手に村松、4番手高村がその後ろからじっと様子を見ています。
鈴木七瀬と中村俊輔、その集団に大石とそれから根崎も近づいてまいりました。2周終了です。パステストはカーナンバー18番、やはり大石が取ってますね。あっという間にトップ集団に近づいてきた現在7番目の大石ですが、名前が競り合ってくれれば十分に割って入ることができます。その後ろに根崎翔太もつけています。さあ、トップ争いはまだまだこれからもつれていきそうな感じなんですが、現在下り 25R、 加納の後ろから小上蓮が行きたくて行きたくてという感じです。加納吉政も小上蓮もヘルメットを脱げばほわんとした感じなんですけれども、走ってる時は別人ですからね。ヘアピンから立ち上がってまいります。ちょっと心持ち体を前に倒しているか加納吉政。そして動きが気になるのがシリーズチャンピオン争いの4番手高村と6番手中村です。ここはもう何としても予選落ちは避けたいところですが、SL 全国大会ではまさかというシーンもありましたからね。勝負の世界は何が起こるかわからない。ディビジョン2がやっとら豪華メンバーになってました全国大会です。さあ、小上蓮が動きました。3コーナーの手前インカー飛び込んでいく。加納吉政アウトサイドに振られまして、右側に村松も飛び込みまして、加納は3番手にドロップか。下り 25R トップ小上蓮、今シーズン開幕戦のウィナー、2番手には村松、3番手加納、なんとか3番手で踏みとどまりました。4番手の高村博也ですが、今のところは前についていくという感じで特にですね仕掛けるような動きは見せておりません。高村博也は後半勝負のセッティングにしているんでしょうか。スターティンググリッドは6番手から現在は4番手。さあ、加納吉政最終コーナー入ったことで前からはちょっと離れた、後ろからは高村もラインを変えましたけれども、ここは戻ります。トップ小上蓮が頭一つ抜け出して2番手争いが7台になっています。根崎翔吾も追いつきまして2番手から8番手までが一段となりまして、現在4周終了5周目、予選は中盤です。さあ、そして最終コーナーから1台立ち上がってきたのはカーナンバー17番の中川浩介、スピンからの復活ということになっております。現在セカンドチャンスヒート行きの危機にありますのは73番の大倉、75番の吉川、17番の中川と、この3台となっておりまして、前からはちょっと離れておりますので、これは逆転するのはちょっと厳しいかなというところ。さあ、トップ2加納吉政また最終コーナーで入ってきた。あー、そして1台スピンアウト。最終コーナーブレーキングの時になんだ焼きついたのか変な動きしましたけれども、カーナンバー78番の鈴木七瀬がコースアウトをしてそのまま止まってしまいました。さあ、これで鈴木七瀬はセカンドチャンスヒート行きということになりました。再スタートを切れません。止まったままとなっています。さあ、そしてトップの方はと言いますと2番手3番手争いが激しくなってまいりました。5周終了6周目、予選ヒート後半です。トップは加納吉政に代わりまして高村博也がじわっと追い上げてまいりました。やはりじわじわ来るタイプですね。高村2番手に浮上、ちょっと守りながらヘアピンへと入っていきます。小上と村松はその高村に対してどう動こうかなという感じ。その後ろには大石が順位を上げまして中村俊輔をかわしています。大石、中村、根崎です。そして最終コーナー村松新一、小上蓮のイン側飛び込みまして3番手に浮上。そしてカーナンバー1番去年のチャンピオンで現在もランキングトップの中村博也は加納吉政を捉えました。残り周回数は4周、1コーナーから2コーナー。さあ、中村イン側取っていく。3コーナーどうでしょうか。そのまま飛び込んでいきまして順当に抜いていきました。高村博也トップ入場。さあ、ここからですよ。高村、加納、村松、小上の4人、ちょっと5番手以降は離れていますが、5番手には中村俊輔も戻ってまいりました。6番手に大石、7番手根崎翔吾、以上がトップ7で一段となっています。そこから少し離れまして8番手は割石義文が完全に単独、9番手には北勇気と10番手泉修馬、この2台ピタッとつけています。11番手単独で乾淳也、12番手から14番手は高橋、源内、大倉という3台です。さあ、大倉が今怒涛のように追い上げておりますね。大倉、これはひょっとして14番手から13番手とかに入ってくるかもしれません。
ただですね、ボーダーラインはこの大倉の後ろにありますから、無理をして当たってしまったりしては元も子もないという形になります。さあ、トップ集団は現在3コーナーをクリアしてくるところです。高村ひろやがトップに立って、さあ、加納吉正はちょっとドロップしました。加納吉正4番手、まだ1回2回3回と入れ替わりがありそうなこのヤマハ SSA グループです。帰ってきました。残り周回数は2周です。トップ高村、トップに立ってはいますが抜け出してくる感じではありません。一方4番手の加納吉正は最終コーナーのライン取りとブレーキングが非常に特徴的ですね。若々しい走りをします。さあ、1コーナー飛び込んでいく、順位の入れ替わりはない、残り周回数は2周。シリーズチャンピオン争いの中では決勝のゴールポジションを取って2ポイントを取るかどうかも大きくランキングに影響を与えてきます。この A グループでチャンピオン争いを受けるのは高村ひろやと中村俊介の2人、それ以外のドライバーがポールポジションを取った場合にはチャンピオン争いにはさほど影響してきませんが、高村ひろやがポールポジションを取ることになれば高村のシリーズランキングトップはさらにさらに後ろを引き離していくという形になります。さあ、そして最終コーナー、加納吉正インサイド飛び込んでいく、小上レーンの前に出ました。3番手に浮上、予選引いた、これがファイナルラップ。高村は後ろが少し楽になったが、加納吉正がくるくる、1コーナー後ろギュンギュン流しながらのブレーキング、いいね。ベテランに対しまして走りが若い加納吉正、2番手浮上して後ろをさ抑えるか、後ろも来そうだけれどもここは守っていきそうだ。トップは高村、ちょっと離れて2番手加納、しかしかなりのテールトゥーノーズ接近戦で村松も大上も中村も大石も根崎もついている6台ワンパックのファイナルラップ。さあ、ヘアピンではどうだ、飛び込んだのは村松真一、そこに大上レイもついていきたいが、ついていきたいがどうだ、立ち上がり次の地形に向けて村松がインサイド取って大上ついていった、中村俊介もついていった、これはベテランの勝ちだ。加納吉正は最終コーナーで行きたかったが、中村俊介が鬼ブレーキング、最終コーナーから立ち上がってトップは高村、2番手村松、3番手小上、4番手中村、5番手に加納、6番手大石、7番手には根崎、8番手割石、9番手はどうだ、88番の泉が前、10番手乾、11番手は93番高橋、そして大倉と源内、ここまでが13番手、14番手、今チェックを受けていきます。カーナンバー75番の吉川、何事もなければこのまま、上位14位が予選通過となります。15番手、17番中川光介、そして、42番の北と78番の鈴木、この予選ヒートはリタイアとなりましたが、セカンドチャンスヒートでしっかりと勝ち上がっていただきましょう。